16頭もの子供を抱えるライオンの大家族。育ち盛りがこれだけいると最大の懸念はやはり餌の調達。そしてその懸念が現実となってこの家族に襲いかかってきます。4頭いる大人のメスのうち3頭が狩りに出る中、残る1頭は子供全員を引き連れ安全な岩山に避難。仲間が獲物を持ち帰るのを待ちました。しかしいつまで経っても仲間は戻ってきません。もう3日間何も食べていない状態でした。狩りに出た3頭も必死でした。イボイノシシに狙いを定めます。しかしあと一歩のところで走り負け、狩りはあえなく失敗に終わってしまいます。小さな子供たちに命の危険が迫っていました。ハニ監督のマザーアフリカ、ライオン大家族の試練に密着しました。3頭のメスライオンが次の標的に選んだのはシマウマです。新鮮な草を求め草原を移動しながら暮らすシマウマ。まだこの土地に到着したばかりで地理に不慣れなためか一つにまとまって行動しています。ライオンにとっては狙いやすい状況でした。それにしても正面切って群れの真ん中に突っ込んでいくとは。実はこれが巧妙な作戦でした。群れ全体が同じ方向に移動するので真ん中あたりを狙って走れば足の遅いライオンでも最後尾あたりの一頭を捕らえられるはず。しかし結局この狩りも失敗。打ちひしがれて戻ってきた一頭を仲間が体全体で慰めます。チャンスはまた来る。子供たちのためにももう一度頑張ろう。血のつながったメス同士、こうして励まし合えることがライオンの大きな力です。岩山に隠れていた子供たちの空腹はもう限界に近づいていました。そこで子守役のメスライオンは16頭全員を引き連れて狩りに出た仲間と合流するため岩山を降りる決意をしました。そろそろ仲間も狩りに成功した頃のはず。自ら出向いていって少しでも早く獲物にありつこうと考えたのです。しかしこの時一頭の子供が岩山に取り残されていたのです。メスライオンと他の子供たちはこのことに全く気がつきません。この子は16頭の中でも一番小さな子。岩山を降りる体力がなかったのかもしれません。このままでは飢え死にするか、もしくは肉食獣の餌食になってしまうかもしれません。メスはすでに500メートル以上先を進んでいます。ところが、か細い鳴き声を聞きつけたようです。彼女はきびすを返すと15頭の子供たちを引き連れ岩山に戻りました。この子が彼女の子供であるかどうかは分かりません。しかしたとえ自分の子供でなくても彼女の行動に違いはなかったはず。群れの子供すべてに等しい愛情を注ぎ、子守役のメスは必死にその役目を果たそうとしていました。翌日、狩りに出ていた3頭のうち2頭が木陰で子供たちの面倒を見ているのを見つけました。しかし
子供たちが大声を上げている様子からして十分におっぱいをもらったわけではなさそうです。やがてメスは子供たちを安全な岩山に連れて行こうとしますが、何頭かの子供たちが従いません。もう動きたくないんです。ここにいたらハイエナなどの肉食獣がいつ襲ってくるか分かりません。彼女は必死に励まして子供たちを立ち上がらせようとします。子供たちもお母さんの命令に従わなければ命の保証がないことをちゃんと分かっているようです。サバンナで生き延びるのはそうたやすくないのです。残された力を振り絞り、2頭のメスと16頭の子供たちは隠れ家である岩山になんとか無事たどり着きました。この岩山の近くにオスライオンが姿を見せたのは次の朝。メスライオンが取った獲物を一緒に食べた帰りでしょうか。どうやらそのようでした。狩りに出て5日、ようやくごちそうをお腹いっぱい食べることができたんです。その日1日、16頭の子供たちは空っぽのお腹を満たすためずっとお母さんのおっぱいにしゃぶりついていました。痩せこけたお腹がみるみる丸くなり、顔も穏やかに変わっています。別のプライドではもう何日も前から熟年カップルがハネムーンを楽しんでいました。本来なら獲物となる傍観者がいてもこの時ばかりはお構いなし。ただそこに若いメスが割り込んできて、なかなか2人だけの時間を作れません。しかもオスの好みは年季の入ったメスの方。それでも若い邪魔者は諦めません。オスに手荒く扱われてもまた戻ってくるのです。その日の夕方も相変わらず奇妙な三角関係を繰り広げていました。過酷な大自然を生き抜くため、そして子孫を絶やさないため、ライオンたちの懸命な営みは続くのです。